んだこれ、でけえぞ、やべえ、でかいでかい、なんだろうこれ、やばい、なんだろう、尋常じゃない。はい、皆さんこんにちは、釣らざる者食うべからずです。今回もですね、渓流釣りの動画なんですが、今回の動画のテーマはこのカーディフリーフレイン 50HS を使った調光動画ということで、カーディフリーフレイン 50HS をの使い方のビデオを、まあ、いくつか見まして、こういう風に使うのかなっていうのがなんとなく分かったんで、まあ、このカラー4色ありますんで、カラーの使い分けと、あとトゥイッチの仕方の使い分け、そういったところでこのカーディフリーフレインをちょっと使っていこうかなっていう動画にしたいと思います。はい、今日のタックルの方は19番機種 C2000 番 HG2、カーディフ NX の 47UL で、ラインの方は P0.852、 リーダーはフロロの5ポンドです。はい、ルアーの方なんですが、今ですね、ちょっと濁り気味で、なおかつ日が差しているので、このシルバーボディで、まあ、きらめきを、させつつ、まあ、背中はブラックっていう、ブラウンか、ブラウンっていう明滅の効いたカラーでまず始めたいと思います。やっていきたいと思います。今ですね、この背が続いてるんですけど、ずっとで、カーディフリフレインの説明動画、使い方説明動画で見たのは、この流れに乗せてチョンチョンチョンという風にドリフトさせる釣り方がおすすめだって言ってたんで、まずはね、その釣り方で、ドリフトさせながら流れに乗せる釣り方でやってみたいと思います。もう軽いトゥイッチでね、十分きらめくので、こういう風にね、流して釣れば釣れるという話なんですけど、今んとこ何もない。ちょっと細かいトゥイッチに一回変えてみます。何も来ない。はい、ちょっとね、もう反応がないので、一旦このクリアベイトっていうカラーに変えます。これの狙い目としては、まあ、日が差してるんで、このボディが光を透過して、で、まあ、皆さん多分フラッシングの強いミノを使ってると思うので、それに擦れてしまった魚にちょっとこういう不思議な、シルエットで食わせるっていう狙いでやっていきたいと思います。はい、じゃあね、クリアベイトでやっていきます。このブッシュの下いそうですよね。ブッシュの下にちょっと入れてみます。今チェイスしとったような気がするけどな、気のせいかな。もう一回ブッシュの下、あ、釣れた釣れたわ。ブッシュの下入れたら釣れた。いいね、ヤマメ、いいよ。
いいヤマメ、ブッシュの下で入れたら釣れました。はい、今ね、今ブッシュの下に入れたらね、釣れました。やっぱりね、あとクリアベイトってカラーがね、釣れには強いと思ってるんで、今ねこれ多分叩かれた後だと思うんですけど、だいぶそれでもクリアベイトにはね出てきましたね。あっちもね、ブッシュの下に入れますね。あ、ライズしてますね、あそこ。ブッシュの下でライズしてます。ちょっとね、あのブッシュの下のライズ取ろうかな。いきますよ。ここ。もう一回行きます。ここ、あ、ライズしてるわ、やっぱあそこで。虫にしか反応せんのかもしれんけど、ライズしてるんで行きますね。もう一回ここ、ブッシュ際にいますね。ヤマメだと思うんですけど、やっぱりね、このいかにもな流れからは今のところ出てこないですね。やっぱりブッシュ際、そういったところでライズもしてるし、来るのかなっていう感じです。ブッシュ際の流れに今落としました。でもね、やっぱりあのブッシュの下に入れないといけないのかもしれません。下にね、入れますね、ブッシュの下に。釣れた、ほら、やっぱブッシュの下ですね。釣れたけど、これはウグイだね。いらんね、こいつは。やっぱりね、あのミノの動かし方はやっぱりあの説明動画通り、こう上流に投げて、こう流れに乗せて、こうドリフトさせる釣り方でさっきから釣れてます。はい、次はですね、試しに、パールの、ボディにチャートの、バックに、オレンジのベリーのカーディフリフレイン 50HS に変えたいと思います。なんだこれ、でけえぞ、やべえ、でかいでかい、なんだろうこれ、やばい、なんだろう、尋常じゃない、やばい、なんだろう、寝掛かりと思ったら違う、なんだあ、切れた、何だったんだ、
伊藤あーリーダーから言っとるわ。何今の。今ね、すっごいなんかでかい魚か何かわかんないけどかかりました。でね、切れてね糸が。でリーダーがすっぽ抜けたと思ったらどうやら違うみたいで、ほらこれ P がね、なんか根ずれで切れてるんですよね。でここね、底が結構浅くて、でまあ多分大きい魚が走った時にこの浅いとこの岩で釣れてこの P が切れたって感じですね。もうちょっとファイト中に前進するべきでしたね。ちょっと後悔です。あの正体が何の魚だったのか見たかった。はい、今回の動画はですね、カーディフリフレイン 50HS の、ちょっと使い方動画を見て、それを踏まえた上でどうやって使ったらいいかっていうのをちょっと試してみました。でね、今回ちょっと良かったのは、カラーによってちょっと反応が違うってことで、ちょっと擦れた皮ではクリアベイトっていうカラーが良かったのかなっていうふうに思いました。であとはですね、逸見哲也さんが言われている通り、流れに乗せてドリフトするようなスイッチの仕方っていうのが今回ハマったんで、あとですね、ブッシュギアに落としてそのドリフトさせてスイッチするっていう、やり方が今回ハマったんで、言われた通りにやったら、確かに釣れました。最後ここの円堤のトップ縁でね、なんかよう分からんけどでっかい魚か何か分かんないけどかかりました。でね、確かに最初根がかりかなと思ったんですけど、確かにぐんぐん引っ張るんで魚ってことは間違いないんですけど、いやサクラマスとかに しては全然ピューって走っていかないんで、いや鯉なのかサンショウウオなのか分かんないですけど、全然グーってじっくり引っ張っていく感じでしたね。正体見たかったけどしょうがない、今回はね、ここでちょっと釣りを終わりたいと思います。はい、今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。またね、この動画が気に入っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それでは。